平野翔も驚愕。葉山翔のの隠された料理の才能が明らかに泣き笑い。キャリーパミュパミュの音楽フェスでのハプニングと夫の意外な一面。平野翔はキャリーパミュパミュから夫、葉山翔のの意外な一面を聞いて驚きを隠せなかった。6月9日に放送された東京 FM の賃貸プレゼンツキャリーパミュパミュチャプターハッシュタグゼロ、タッチユアハートにゲスト出演した平野は キャリーと葉山の結婚生活についてのエピソードに耳を傾けた。キャリーと葉山は2023年3月に結婚し、今年の4月には第一子の妊娠を発表している。番組内で、キャリーは、料理とかも全然できなくて、夫が作ってくれたりとか、と打ち明ける場面があった。この言葉に平野は、めちゃくちゃ意外、と驚きの声を上げた。平野は過去にとドラマで共演しており、 その際の印象から葉山が家事をするとは思っていなかった。僕と仲いい人、気が合う人は大体おバカな人が揃うんですよ。それで気が合ってたから小野は家事とかやんないと思ってましたと語り、葉山の家庭的な一面に驚きを隠せなかった。キャリーはさらに、葉山が料理すっごい上手で、桃の冷製パスタとか作ってくれました、と微笑ましいエピソードを披露すると、平野は、ええー、 冷静パスタ。絶対作っちゃダメ。逆ギャップだよ、と大笑いした。平野はこれを聞いて、二人の関係性のバランスがすごくいいですね。多分僕と小野が結婚したら家庭崩壊しちゃいますもん、とコメントし、キャリーは嫌なんで二人が結婚するの、と即座にツッコミを入れた。また、キャリーパミュパミュは過去の大規模音楽フェスでのハプニングについても振り返った。 キャリーは大舞台での緊張から腹痛に見舞われた経験を語り、その際にダンサーも体調不良になってしまったため、一人でステージに立ったことを明かした。どうしようどうしようって追い詰められたんですけど、なんとか無事に乗り切ったと話し、平野は、それ尺ってどのくらいですかと質問した。キャリーは、確か50分と答え、平野は、ええー、やっべえ、マジですか うわすごっと驚いた声を上げた。キャリーは、海外の方がノリがいいので、盛り上がって楽しい感じでできたのは、コーチェラのおかげです。と会場の雰囲気にも感謝していた。このように、キャリーパミュパミュと平野翔そして葉山翔野ノのエピソードは、彼らの個性や関係性を垣間見ることができる興味深い内容となっている。特に、葉山の意外な一面や、キャリーのプロフェッショナルな姿勢が強調され、 彼らの人間性がより深く理解できる。この記事は彼らのエピソードを通じて読者に対して新たな視点や感動を提供することを目的としている。彼らのエピソードから学べることは多く、特に困難な状況においても前向きに取り組む姿勢やパートナーシップの大切さを再認識させられる。さらにこの記事を通じて読者に考えてほしいのは、 私たちが普段見逃しがちな身近な人々の意外な一面についてである。親しい人々やパートナーの新たな一面を発見することで、関係がより深まることもあるだろう。また、プロフェッショナルとしての姿勢や、困難に立ち向かう強さについても、彼らのエピソードを通じて考えさせられる。彼らのエピソードを踏まえ、さらに深く探ってみましょう。早間翔野の,の料理の腕前について、 キャリーの話は驚きをもたらすものでした。特に桃の冷製パスタという珍しい料理を作る姿は、平野を大いに驚かせました。料理は単なる日常の一部ではなく、創造性や愛情を表現する手段でもあります。葉山が家庭的な一面を持つことは、彼の多彩さを示す一例です。料理といえば、キャリーパミュパミュ自身も、その独自のスタイルで知られています。 彼女の音楽やファッションには常に独自性と創造性が溢れており、彼女のパフォーマンスも観客を魅了し続けています。コーチェラフェスティバルでのパフォーマンス中の複数のエピソードは、そのプロフェッショナリズムを物語っています。大規模なフェスティバルでの緊張感やプレッシャーは計り知れませんが、それを乗り越えたキャリーの姿勢は多くの人々に感動を与えました。平野翔もまた、その活躍は幅広い分野にわたります。 俳優としての彼の演技力はもちろんのこと、音楽活動やバラエティ番組への出演も多く、ファンからの支持を集めています。彼の自然体でユーモア溢れるキャラクターは、多くの人々に愛されています。キャリーとの対話の中で見せた驚きや笑いのリアクションは、彼の人間味を感じさせる瞬間でもありました。このように、彼ら3人のエピソードは、それぞれの個性やプロフェッショナルとしての姿勢を垣間見ることができます。 それぞれが持つ独自の魅力や強みが彼らの成功を支えているのです。この先、彼らがどのような新たな挑戦をしていくのか、ファンとしても非常に楽しみです。彼らのエピソードを通じて得られる教訓は、私たちの日常生活にも多くの示唆を与えてくれます。例えば、葉山翔野の,の料理の腕前という意外な一面は、パートナーシップの中での役割分担や協力の大切さを再認識させてくれます。 家庭内での役割は固定されたものではなく、お互いの得意分野や興味に応じて柔軟に対応することで、より良い関係を築くことができるのです。キャリーパミュパミュの腹痛を乗り越えたステージパフォーマンスも、困難な状況に直面した時の対処法として非常に参考になります。緊張や体調不良など、予期せぬトラブルに見舞われることは誰にでもありますが、その際にどのように対応するかが重要です。 キャリーは一人でステージに立つというプレッシャーの中で自分のプロフェッショナリズムを発揮し無事にパフォーマンスを終えることができました。これはどんな困難な状況でも冷静さを保ち自分のベストを尽くすことの大切さを教えてくれます。平野翔のリアクションやユーモアもまた日常生活において重要な要素です。彼の自然体でのコミュニケーションは人々に親近感を与え笑いをもたらします。 ユーモアはストレスや緊張を和らげるための効果的な手段であり、日常生活でも積極的に取り入れる価値があります。彼のように自分自身をありのままに表現することが人々との関係を築く上で非常に重要です。この記事を通じて読者の皆さんには彼らのエピソードから学んだ教訓を自身の生活に取り入れてみることをお勧めします。例えば、 パートナーシップの中での役割分担を見直し、お互いの得意分野を活かすことで、より良い関係を築くことができます。また、困難な状況に直面した時には、冷静さを保ち、自分のベストを尽くす姿勢を持つことが大切です。そして、日常生活にユーモアを取り入れ、人々とのコミュニケーションをより豊かにすることも心がけてください。最後に、この記事を通じて、 彼らのエピソードがあなたにとってどのようなインスピレーションを与えたかぜひ考えてみてください。彼らの物語を通じてあなた自身の生活や人間関係について新たな視点を持ち、より充実した日々を送るためのヒントを見つけていただければ幸いです。また、この記事を読んで感じたことや考えたことをぜひ周りの人と共有し、さらに深い議論を広げていってください。さて、 ここで再び読者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたが日常生活で見逃しているかもしれない家族や友人の意外な一面は何でしょうかまた、彼らの新しい一面を発見することで、どのように関係性が深まるでしょうかそして、困難な状況に直面したとき、あなたはどのようにそれを乗り越えますかキャリーパミュパミや平野翔早間翔葉山のエピソードを通じて、 これらの問いについて考えてみてください。